はい、こんにちは、こんばんは、たかです。昨日動画を作る際にね、本当にここ最近で一番ちょっとこう難しいなと感じる相場ではあったんですけども、ただ結果的に昨日のこの値動きを受けると少し流れが見えてきましたかね。昨日は石火なんかもありました。ユーロの方もこう動きは出てきたわけですけども、このユーロに売りが入ったのもちょっと大きかったですかね。買いが入ったり売りが入ったりとかなりこう大きな動きにはなりましたけども、結果的に僕はドルの強さが見えてきたようには思います。まずはこのあたりをチャートの方から見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に冷え消化されています。終わってみれば結局このあたりでレンジになってるわけですからね、このままレンジが続く可能性というのは全然あるかと思いますけども、ただ、もともとチャートはすごく強い流れがある中で、何度も何度もこれ下を試すんですね。昨日もそうでしたけども、このあたり、安値を何度も試すんですけども、なかなか抜けていかない。ただそれ言うんであれば、上もね、一回試していますから、僕はこの下に抜ける動きをね、かなり警戒して見ていたわけですね。ドル売り目線で、この2日ぐらいですかね、見てはいたわけですけども、ただこれもなかなか抜けていかないんですね。その結果、サポートがしっかり見えてきたように思います。本当に強ければ、抜けていく動きはあってもおかしくないかなと思いますんで、そこは冷静に見ないといけないと思いますけどね。ただ1回2回3回と安値を試して抜けていない、流れからの昨日は高値試しで引けていますから、今日はこの高値の攻防になるわけですね。結果的に抜けてくることは十分可能性としてあるかなと。あとはこのレンジの期間、過去を見ても似たような感じのレンジになってきてますからね、そろそろ一つの決着となってくるかなとも思います。今の環境からの決着となってくるんであれば、僕ならば一旦上抜けを期待したいところですね。このドルに関しては月末31日に FMC を控えてます。当然そのあたりまでの環境を見ていくわけですけども、もう少しこの時間が残っているというのもブレイクを期待したい根拠の一つになってきますね。すごく昨日の動き見ていてもドル強かったですから、この強いドル、まずは追っていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に冷え消化されています。この円はかなり弱いわけですけども、ここ最近流れが止まって調整の動きになってきています。少しこう戻る動きが見えてきてるんですね。下のサポートが見えてきた、そういった結果かなと思いますけども、しっかり戻ってくるんであれば、この高値までを見ていくことになりますけども、ただそのためには前日高値はしっかり抜けていかないといけないわけですけどね、そういう動きではないですよね。このあたり、フィボナッチなんかを引いてやると、いい戻りであるというのも見えていきます。売られそうなところでこう売りが入ってるというのがここ最近の動きになってくるかなと思うんですね。ということは売りが入ってるとなりますから、レンジの高値圏は意識したいなと。であれば、円を買っていこうと思えば、こういったところは綺麗にブレイクしてほしいところですけども、今のところまだこのブレイクという形見えていません。であれば、レンジを強く意識したいところですね。現在地と見ていけば、これはレンジの高値圏。あえて見ていくんならば、レンジの上からの、売りですかね。円の弱さは見たいなと思います。ただ高値ブレイクしてくれば、このあたりまで見えてきますから、この上にあるこのあたりですかね。このあたりがブルビアの分岐点となってくるかなと思います。現在地から見ていくと、この分岐点をまだ超えていないですからね、円を買っていくには少し、タイミングとしては早いのかなと。今であれば、この高値をバックに円を売っていくか、もしくはこう強く円を買っていくんであれば抜けをまずは確認したいところですね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日ですけども、ちょっとこう目立ってる動きの一つ、これがユーロになりますかね。ECB があって、この ECB 直後に動いたわけではなかったんですけども、ラガルドさんの発言なんかもね、これは強く影響を受けたかもしれません。結果的に大きな売りが入りました。この売られたという事実をまずは注目したいところですかね。ドルに買いが入ってユーロに売りが入ってくるんであれば、強弱の差もしっかり出てきます。ユーロドルショートというのは、これはしっかり見たいところですね。あとはやっぱりドルですね。何度もこう売りが入っては買い戻されるという動きが続いてますから、なかなか底堅い動きが出ているんじゃないかなと思います。今度は高値、買いが強く入ってきた時にどうなるかというところをこう見たいところですけども、今日この買いが入ってくるかどうかですね。このあたり注目はして見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、消化されています。ドル円下落トレンドに対しての調整の戻りが入ってきています。今週1週間、ちょっとこう動きがないんですよね。このままいけば上値が重い状況も出てきます。上値が重い状況出てくれば、来週以降は調整の動きも見ていくことになりますけども、まだこのあたりははっきりしないですね。特に今こうドルに買いが入ってきたというのもありますから、買われてくれば環境も変わってくるわけですけども、
ただ、先週の高値って148円の後半あたりになってくるんですね。現在値まだ147円台ですからね、今日多少買い戻しが入ったところで、まあ、週足環境がガラッと変わってくるとはちょっとこう思いませんので、ドル円に関してはこう大きなトレンドを期待していくのはちょっとこう難しいのかもですね。まあ、昨日の動きを見ていてもなかなか底堅かったのはもう間違いないと思うんですけども、まあ、難しいのがこの円の動きですかね。この円が調整っぽい動きに今なってきてしまってますから、まあ、ドル円はそういった、ね、動きにね、少しも影響を受けてしまうかもしれませんね。はい、変わりまして、こちらが1時間足、日足を重ねています。まあ、日足を見てもレンジの形が見えていますよね。まあ、昨日のこの動きで一旦のサポートなんかをこう見てもいいと思います。147円の前半あたり、もともとチャートも強いわけですから、サポート見えればロングは狙っていきたいところですけども、正直まあこの位置から、高値を抜けるかどうか、まあ、今日すぐに決着となるかと言われると、まあ、それは少し難しいのかなと思います。なので、まあ、ドル円をロングで見ていく場合はもう直近の高値、このあたりがまあ今日の目標になってくるかと思います。まあ、現在地、レンジを見ていく場合は、まあ、安値圏かなと思います。昨日の動き見ていてもなかなかこう、ドルに売りは入ってこなかったですからね。ドルが底堅くなってくるんであれば、まあ、ドル円も底堅い動きは出やすくなりますからね。今日はロング目線で見ていくことにはなりそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。直近の高値、これが148円のまま中あたりですかね。ここを、まあ、今日の一旦の目標と見ていこうかと思います。下から流れが出てきていますから、まずは目の前の壁、これが147円の後半あたりですね。まあ、こういった壁を、まあ、一旦はブレイクしてほしいところ。そして、まあ、昨日のこの日足の安値付近ですが、サポートとして147円の真ん中あたりもあるかと思います。例えばここで一旦足場を作ってくるんなら、もう一度下を試す動きなんかはあるかもしれませんけども、これは一旦拾ってみても面白いんではないですかね。というのも、ここを日足レンジとも見てますからね、まあ、大きなレンジ相場の安値圏のサポートも期待できる場所になりますから。仮にこう押しが入ってくるにしても、これもロング、まずは見たいところですかね。ただし、このサポートというのは強いサポートになりますから、まあ、言い方変えれば割れてしまったら、これロングで付き合っちゃダメな、そういった値動きにもなってきますんで、まあ、買っていくんであれば割れてしまったらもう一旦投げると、このあたりは割り切ってこう見ていくことになりそうですね。昨日のこの環境、やっぱりレンジ相場が見えていますし、安値の攻防の結果、サポートの強さも確認できています。サポート強いんであれば次はこう高値圏、伺う動きを僕なら見たいと思いますね。ロング目線で値動きを追っていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷え性化されています。ダウ平均、この高値で、足場を作ってるの、かなり不気味な動きですね。足場を作っています。現在地高値、まだブレイクはしていませんけども、ブレイクしてくれば当然これは流れが出てきますからね。こう株を売っていく場合は、もうこの高値バックということにもちろんこれはなってきそう。抜けたらもうこれは撤退ですね。ただ、今週これ抜けてきてる動きになるわけですけども、例えば今日大きな売りなんかが入って潰されるみたいな動きになってしまうと、はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。今週の週足、実はまだほぼ動いてないんですね。ですから売りが入ってしまったら週足は陰線に変わってしまうことも十分あり得ます。ここで陰線が出てきてしまうと、まあ、結局レンジの高値で売りが入ったんじゃないのという見方にもなってしまいますから、そうすると、まあ、次の流れは、レンジの上から下まで見えてきてしまいますよね。この位置で買って、まあ、この下落に付き合いたくもないところですからね。そういう意味では、こう、ロングを狙っていくんであれば、サポート割れてしまう。まあ、今週の安値ですね。こういったところをこう割り込んでしまう動きに、付き合わないようにしないといけないですね。はい、変わりまして、こちらが、日経平均の CFD、1時間足に冷え性を重ねています。まあ、日経平均もさすがに割れの差は一旦は見えてきましたかね。36,800 円あたり、まあ、一旦の抵抗と見てます。ただこの前には強い上昇トレンド、この流れが止められたとなってきたわけですから、まあ、高安見えてますからね、フィボナッチなんかを引いてやると、まあ、波のサイズ感というのが見えてくるかなと思います。これだと、まあ、こういったレンジ僕なら想定してしまいますね。高値が 36,800 円前後、安値が 35,400 円前後を見ています。現在地どうですかね、まあ、レンジの真ん中ですよね。まあ、昨日のこの動きを見ていてもかなりまあ鈍い動きになってきています。理由はと考えたら、まあ、レンジの真ん中ですからね。値動き止まってしまったら、まあ、ちょっとこう手は出しにくい場所かと思うんですね。まあ、トレンドや動き、こういったものがあればいいんですけどね、昨日みたいにこう一旦値動きが収まってくると、まあ、レンジの真ん中ですからね、次の動きというのを見ていくというのがかなり難しくなってきてしまいます。真ん中ですから買いが入っても売りが入ってもおかしくないわけですよね。まあ、トレードしていこうと思えば、まあ、高値圏でショートをするとかね、安値圏でロングをするとか、まあ、こういったのをしっかり見たいところです。まあ、こういう真ん中でね、ポジションを取ってこれ上がるか下がるかわからない動きに翻弄されたくもないところですから、
まあ、例えばこう上からショート握ってますとかね、下からロングを握ってますとか、こういう人たちはね、まだまだまあ勝負しても面白いと思いますけども、今ポジションがない方はね、このあたりまあ無理をする必要もないかなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。昨日はこうドルが強かった環境において、金の方にも買い戻しが入ってきています。これ一昨日になりますけども、2020ドルというのをこうずっとサポートとして見ていたんですね。この大事なサポートを一昨日割り込んできました。この割り込んだというこの事実を見ていくと、まあ、下への流れが見えてきたかなというふうに思うんですよね。であれば、安値更新なんかも期待はしたかったところですけどもね、ただそうはならなかったんですね。買いが入りました。今日金曜日ですからね、金曜日を前にして2020ドルが再び見えてきたことになります。このあたりのサポートがもう一度見えてくると、はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境で見てもこの2020ドル近辺、このあたり強いサポートになっているというのはわかりますよね。まあ、ついでに言えばこの前ですか、過去には抵抗になっていた場所にもなりますから、まあ、買いを見るにしても売りを見るにしても、まあ、重要な抵抗体ということになってきそう。今この抵抗体の上で推移しているわけですからね、売りを見ていこうと思えばやっぱりこうブレイク欲しいところですよね。ただ、まあ、今現状ではそういった値動きにはつながっていないと。あとはドルが買われているわけですから、売られやすい環境だったとも思うんですけどね。ただまあそれでも下がってこないということは、まあ、レンジの安値圏、サポートがかなり意識されているのかなと思います。個人的には今日もドルの強さを見ていきたいなと思いますからね。もう少しまあ上値の重さは出てくるかもしれませんけども、まあ、ここ最近の動きを見てもなかなかしぶとい動きをしてるんですよね。このドル買い環境というのが一旦収まってくると、少しまあ反発の動きなんかも期待はできるかもしれませんね。ただ今まだドルが強いですからね、もう少しまあ耐える期間というんですかね、そういった環境は続いてしまうかもしれませんけども、その結果サポート割ってこないとかね、そういう環境になれば買い戻しも出やすくなってくるんですけども、どうでしょうか。すぐにまあ次の動きを期待する環境というよりは、まあ、今は一旦こう様子を見ながら、まあ、このサポートがね、しっかり効いてくるかどうか、じっくり確認をしたいところですね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、僕は結構昨日早い段階でね、ドル円に関してはまあショート目線で一旦見てたんですね。売り場を探っていて、値動きを見ていたわけですけども、まあ、ショートをしていたからこそ、まあ、感じる強さというんですかね、なかなかまあ下がってくれなかった相場というのが、まあ、昨日の相場でした。まあ、つまりはサポートが強かったということですね。この値動きの背景にあったのがドルの強さなんですよね。ですね、割ってくる場面もあったんですけども、この場面においてなかなかまあドルに売りが入ってこなかった。こういった環境はまあ今日もしっかり見たいなと思います。ドル買いを見ていくんだらば、ドル円はショートはまあちょっとこう難しいですよね。さらに現在はこういった調整レンジが見えていますし、現在地見ていくと、まあ、レンジ見ていく場合はですけどね、安値圏かなと。まあ、売るんであれば、まあ、ここ最近のサポート終わってこないと、なかなかまあ、本格的には売れないかなと思います。今回はサポートが見えたかなと思いますから、まあ、目標として直近高値、148円あたりですね、このあたりまでのロングは見ていこうかとは思います。あとはまあ本命としてこのドル高みたいところですかね。現在地まだ見ていくと、レンジの高値圏抜けてないですから、まあ、そこは注意はしないといけないですけども。ただ、安値を何回も試して抜けていない、その流れからの反発という形にもなってきています。前回もこれ高値ね、試して抜けなかったんで、まあちょっとこう怖いところはありますけども、過去ね、何回もこう高値を試していますけども、今回は抜けてくるかどうか、注目はしたいですね。個人的に今回これ抜けてきてもおかしくないかなというふうに思うんですけども、これはレンジの期間ですね。過去もまあこれぐらいのレンジから抜けていますから、今回もまあいいタイミングかなと思うんですけども、どうなりますかね。まあ、金曜日ということもありますからね。まあ、あまりこう前のめりになりすぎるのもどうかなと思いますけども、まあ、ドルはいい位置にいますので、ドルの強さは変わらず見ていこうかなと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。